どうも、ダパンプゆうやでございます。オーマイダパンプ4 YouTube ということで、今回も一つよろしくお願いいたします。さあ、92回目となりました。今回は韓流メドレー、韓流即興ダンスメドレーというようなところでですね、まあこれちょっと前だったかな、うちの番組の AD の子が考えた企画を何個かやってみようという中で、早速採用されたこの韓流ナイトというかですね、まあ、その韓国のドラマだったり、韓国映画、それから音楽、 K-POP っていう言い方もしないのかな、なんかそれぐらい勢いのある韓国人アーティストの曲に合わせて、まあちょっと即興でダンスし披露しようじゃないかというところでですね、自らも公言しておりますトモさん、韓国大好きというところで、年に何回行ってるって言ったかな、そんなに行ってたんだって思うぐらい韓国行ってるらしくてですね、しかもなんかよくね、インスタグラムとかでも男飯の9割ぐらいはもう韓国料理ですね、トモさんは。そんなことで、まあトモさん仕切りで、やってましたけれども、まあ本当に最近の韓国作品というか、まあ、音楽も映画もドラマもそうなんですけども、すごいですね。クオリティもそうですし、あとは個々のスキルもめちゃくちゃ高いというか、ステイホーム期間というか、の時にですね、トモさんにイテオンクラス見た方がいいよなんていうふうに言われまして、で、まあ、ちょっと試しに見てみようかななんていうふうにネットフリックスつけまして見たらですね、まあ初めは、まあ、トモさんが言うことですからね、ちょっと恋愛系っていうのかな、なんかこう胸キュンストーリーぐらいの感覚で、まあまあ正直ながら見ですよね、絵描きながらもちらちら見るぐらいな感じだったんですけれども、まあ見事にこう1話の終わりで僕はもう大号泣、もう涙なしでは見られないなんだこのストーリーみたいなね、どうしたんだよっていうぐらい、もうあれ勝手に再生されますから、次のエピソードはなんていうふうにベータがビーッて進んで勝手に再生、もうその時間すらももったいないぐらい早く見たいみたいなぐらいハマってしまいましてですね、まあ面白かったですね、イテウォンクラス。あとは韓国のね、先ほど K-POP なんて言い方したけれども、もうもはや、なんだろう、ワールドワイドというか、もう BTS がそれこそ最近でですね、US のチャートで1位取ったというところでですね、もう世界がこう韓国のチャートというか、アーティスト注目するようになっちゃったので、これはすごいことだなぁなんていうふうに思いますよ最近。で、健三がね紹介してましたけれども、やっぱ韓国独特の作り方があるみたいで、楽曲にしてもダンスにしても、発注して、実際作ってもらうんだけれども、その中でまた分解して、でいいところだけを取って、で、そのアーティスト、そしてもしくはその楽曲の、さらにアレンジを加えて出す、それぞれの個性だったり、その力を大事にするというところが、韓国ならではの作り方だというところで、健三さんに、が教えていただき、ああ、そうなんだという感じがしました、僕もね。という中で、まあ、韓国の、まあ、楽曲に合わせて、即興ダンスというところで、これはもうぜひね、見てもらいたいかな。ダンスはそれぞれやっぱ良さが出てますし、なんだろう、結構この回に関してはみんなちゃんと作ってきてたかな、なんかそんな感じがした。やっぱり心のどこかで負けたくねえ感じがあるのかな、やっぱダンサーとしてパフォーマンスとしても、なんかちょっとそんな感じがしましたね。普段とかよりも結構しっかり作ってるというか、音聞いてきてるなっていう感じがしましたね。はい、僕は俺何やったんだっけな、カンナムスタイルか、カンナムスタイルでやりましたね。あれもすごかったですよね、カンナムスタイルも。もうそれこそ YouTube の再生回数が今でも伸びてるのかな、もう新しかったですよね。僕が、まあ、このエピソードカットになってましたけども、ハワイに行ったらですね、ハワイの子供たちとかハワイの人たちが真似するぐらい、カ
カンナムスタイル、オッパカンナムスタイルって言って踊り出すぐらい人気でしたからね。やっぱその世界に向けて発信してる感じがすごいかっこいいなって思いましたね。早速この AD 君が考えてくれた企画が通ってですね、番組を作ったわけなんですけれども、他にもいっぱいいろんな企画ありましたんでですね、今後もぜひ楽しみにしてほしいなというふうに思いました。皆さんはどうだったでしょうか。今日この辺で。